七クマ。俺は松坂隼人、七クマ大学1年だ。夏休みなので海の家でバイトしてる。今日も暑いな。かき氷お待たせしました。え、お兄さんイケメン。ねえ、私たちと遊びませんか？あ、俺は仕事があるんで。だから表に出るの嫌なんだよ。女性が嫌いなわけじゃないが、緊張するしうまく喋れないから、こういうのはすごく苦手だ。ハヤト、休憩行っていいぞ。よし、人泳ぎするか。中学高校と水泳部だったので泳ぎは得意だ。ライフセーバーのバイトをするか迷ったが、ずっと外で座ってる方が大変だと思って海の家を選んだ。気持ちいいな。ん？これなんだ？俺の手元に流れてきたものを拾い上げてびっくりした。これ水着だよな。キャー、水着が。え、これか。すみません。って、あれ、ももちゃん。え、なんで私の名前覚えてない？ハヤト、松坂ハヤト。ハヤトって、え、ハーくんなの？うん。で、それより水着だよな。そうだった、ハーくん、助けて。これはダメだ、下半身に来る。俺が背中向けて盾になるから。ありがとう。ももちゃん、子供の時から可愛かったけど、さらに可愛くなってんな。俺とももちゃんは社宅に住んでいて、隣同士だったのでよく遊んでた。はい、パパ、ご飯。ママ、ありがとう。もぐもぐ、おいしいな。ハヤトのやつ、女の遊びしてる。よーい、おかま、おかま。その頃の俺はちっちゃくて痩せてて、髪の毛も長かったので、こんな風にからかわれたり、いじめられることが多かった。おままごとが女の子の遊びって誰が決めたの？楽しく遊んでるんだから邪魔しないでよ。ハーくん、あんなの気にしなくていいんだからね。うん。ももちゃんはしっかり者で。忘れ物ないか確認。うん。ハーくん、お箸の持ち方はこうだよ。こう？頭も良くて。この問題がわかる人は？はい。おい、七前、どけ。お、ちょっと、何すんのよ。またハヤトのやつ、ももかに守ってもらってるぜ。恥ずかしくないのかよ。ハーくん、気にしなくていいからね。うん。強くてかっこよくて、ももちゃんは俺の憧れだったけど、その気持ちは年を追うほど変わっていった。お前見てるとイラつくんだよ。やめなさいよ。ももちゃん、大丈夫だから。え？これは僕の問題だから。いつもももちゃんに守ってもらってばっかじゃダメだ。強くなって、ももちゃんを守れるぐらいになりたい。そっか、わかった。お母さん、僕、体強くなりたい。何かスポーツしたい。それじゃあ、水泳でもやってみる？うん。そんなある日、突然別れが来てしまった。実は、引っ越すことになったの。え？転勤になったの？ううん。義理のお父さんが病気になっちゃって、旦那が家業を継ぐことになって、私も手伝わないといけなくて。そうなの。ハーくん、元気でね。うん。僕、まだ強くなってないのに、ももちゃんのこと守りたかったのに。その1年後、俺は父さんの転勤に伴って引っ越し、ももちゃんとは疎遠になっていた。ももか、いないから探したよ。で、もしかしてナンパ？いや、違う。幼馴染なの。さっき偶然会ってね。うん。流れてきたビキニを拾ったのがきっかけなんて恥ずかしくて言えないよな。すごい偶然だね。せっかくだから二人で話してきたら？うん、話したい。ごめん、実はこれからバイトに戻らないといけないんだ。え、そうなの？うん、そこの海の家でバイトしてて。だったらそこでなんか食べよう。私も喉乾いちゃった。
大丈夫？うん、お客さん連れてったら店長も喜ぶよ。ねえねえ、幼なじみくんイケメンじゃん。しかもガタいいし。そうなんだよ。あのちっちゃくて細くて可愛かったハーくんがこんな男らしいイケメンになってたなんて、びっくりした。こんなの意識せずにいられないよ。海鮮焼きそばと焼きとうもろこしとかき氷、お待たせしました。はあ、おいしそう。海に来たって感じする。あとこれ、うちからのサービスのたこ焼きとおでん。え、いいの？あ、ちょ、これ他のお客さんには内緒だから。あ、ごめん、ありがとう、ハー君。あの、ハー君ってちょっと恥ずかしいんだけど。あ、そっか。でも私はハヤト君とかの方が恥ずかしいかも。と、だよな。でも私はももちゃんじゃなくてももかで大丈夫だよ。ももかって、俺もこれ恥ずかしいかも。あ、やっぱももちゃんでいい。うん、俺全然ダメだ、ももちゃんとうまく話せねえ。ちょっと、なんなのあの会話。え、聞いててニヤニヤしちゃった。あー、私もイケメンの幼馴染が欲しい人生だった。きょうちゃん、ももか、もちろんあのイケメンくんにガンガン攻めてくよね。そうよ、こんなチャンス二度とないんだから。うん、そうだよね。ありがとうございました。ほら、ももか、言いなよ。あの夜とか、その時間あるかな。え、あのせっかく久しぶりに会えたし、ゆっくり話できたらいいなって思ったんだけど。と、うん、8時に営業終了して片付けとかあるから、9時とかになってもいいか。うん、全然大丈夫。ここに来ればいいかな。向かい行く。どこ泊まってる？どこだっけ。 LINE 交換したら、それで連絡できるし。あ、そうだね。大丈夫？うん。どうやんだっけ。俺こういうの全然わかんなくて。じゃあ私がやるよ。頼む。それじゃあ後で連絡するね。うん、お仕事頑張ってね。ありがとな。はあ、せっかくももちゃんが誘ってくれたり連絡先聞いてくれたのに、パニックってまともに返事できなかった。ハヤトが逆難されて連絡先を教えるとか珍しいな。お前今までああいうの無視してたのに。まあでもあの子可愛かったもんな。あー、店長、逆なんじゃないっす。幼馴染に久しぶりに会ったんで。めちゃくちゃ運命じゃん。と、うっす。え、それ意識しちゃってんの？いいじゃんいいじゃん、攻めてけよ。無理っす。こういうのはさ、雰囲気も大事なんだよ。あ、ここのビーチ10時まで花火できるから花火持ってけ。うちの大量に余ってっから。あざす。お前全然女の子に興味示さないからゲイなのかと思い始めてたけど。なるほどね、ハヤトが濃いね。店長、キモいんでその顔やめてもらっていいですか。ひどっ。俺はハヤトの恋を応援してるだけなのに。この辺りだよな。あ、ももちゃん浴衣着てる。すげえかわいい。これからどこ行くの？俺と遊びに行かない？あのこの子、俺の大切な子だから手出さないでくれるかな。すんませんでした。ようやくももちゃんのことを守れた。大丈夫だった？うん。はあ、ハーくんかっこよすぎる。あの、それ。ああ、浴衣？民宿の人が貸してくれたの。どうかな？うん。こんな時に、似合ってるとか、可愛いとか、さらっと言えたらいいのに。いい。ああ、ほんとダメだな。と、じゃあ、行こっか。うん。
花火あるんだけど。え、したい。これすごい量なんだけど、これハー君が買ったの？店長が余ってるから持ってけって。わあ、打ち上げ花火もある。やるか。うん、見たい。すごい、思ったより全然大きいだな。大きいの全部やったね。すごかった。うん、結構迫力あったな。ねえ、線香花火一緒にやろうよ。おう。ハー君、すっごく大きくなってたくましくなってたから、再会した時誰か分かんなかった。俺ちっちゃくて痩せてたからな。可愛かったよね、ハー君。可愛くないって。え、可愛かったよ。あー残念、先に落ちちゃった。俺は可愛いよりかっこよくなりたかった。え？強くかっこよくなってももちゃんを守りたいって思ってたから。ハー君って、なんか雰囲気に飲まれて変なこと言っちまった。わ、悪い。私、ハー君と離れたくない。ももちゃん？ハー君ならいいよ、私。え？え？あー、そろそろ帰るか。と、うん。あー、もっといい言い方があったのに、全然ダメだ。ハー君、ごめんね。え？私、ハー君がかっこよくなってて、すごく意識しちゃって、一人で浮かれてた。ハー君にとって私は単なる幼馴染で、彼女だっているかもしれないのに。違うんだ。俺は、なんでいつも肝心なことをももちゃんに言わせるんだ。俺は、ちゃんと自分の気持ちを伝えるんだ。俺、ももちゃんが好きだ。ハー君。口下手で緊張してて、うまく言えなくてごめん。うん、嬉しい。俺も、ももちゃんと離れたくない。俺と付き合ってほしい。うん、よろしくお願いします。今日帰るんだよな。うん、もっといたいけどバイトもあるし。と、家ってどこ住んでる？大学の寮に住んでるよ、七熊大学。え？どうしたの？俺も七熊大。嘘！私国際学部だけど。俺は経済学部。ああ、学部は違ったか。大丈夫、時間とか合わせて昼飯食ったりしよう。うん、いっぱい一緒に過ごそうね。真夏の海で疎遠になった幼馴染と偶然の再会して、可愛くなったももちゃんに顔を真っ赤にして助けを求められて、また恋に落ちた。これまで会えなかった時間を二人で一緒に埋めていこう。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七熊では、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。